マンフロットはイタリアの写真機器メーカーである。三脚を中心とし、カメラバッグ、照明、フィルター、スマートフォン用品などを扱う。1960年代末にイタリア人のフォトリポーター、リノ・マンフロットによって創業された。彼自らの体験をもとに作り出された、使いやすく安定性のあるスタジオ用品は、プロの間で評判となり、自らのブランドによる、 製品ラインアップを作ることとなった。カメラ用三脚の製造は1974年に開始。現在、ラインアップは業務用の大型三脚から携帯用の小型三脚まで、またスチル用、ビデオ用、照明用などと幅広い、パノラマ撮影用に決まった角度でカメラを回転させることができる雲台も製造している。同業の実をとともに、 イギリスのビテックグループの参加にあり、グループのイメージングステージング部門で、中心的事業を担う。マンフロット 190XB 脚リリースシステム、ラピット開閉機構、水平、垂直センターボールシステム、業界初のサウンウェイギア付き雲台、世界初の油圧システムを搭載したボール雲台、パノラマ撮影に対応したパン、雲台など日本では1980年代に、 LPL がベネチアというブランドで販売していたことがある。近年は神戸の本庄が代理店であったが同社は写真、映像分野から撤退し、2006年6月以降はビテックグループ参加の日本法人である暴言イメージングが代理店となっている。その後、同社は2010年1月1日に社名をマンフロット株式会社と変更した後、 2018年4月1日にバイテックイメージング株式会社へと変更した。また、これに先立ちこれまで白馬写真産業が代理店だったロープローとジョビーの両ブランドも2018年2月1日より同社が代理店になっている。写真家、ヘルムート・ニュートンやナショナルジオグラフィック写真家など、ありがとうございます。